今回の原作者は元日向坂46渡辺美穂。ざっくり言うと可愛い子がもう不幸な道をたどるバッドエンドの作品になってますすごいんだよなこの大切なものが消えてったりなくなったりするっていうのは嫌じゃないですか。なんかやらしい目してるよねだんだんちょっと怖くなってきたこの説明を聞いてる限り怖いですね。いいスパイスになる皆さんの生活に振りかけてたよ、ね、振りかけてた、スパイス振りかけてたと思います。あんな子だったと思わなかった歪みが出てきたんだろうな。歪みちゃんだよもう。歪みちゃん、うん、そんな変なあだ名つけないでください。歪みちゃんって俺は呼ぶ。違う、美穂ちゃん。美穂ちゃん、歪みほちゃんって呼ぶよ。歪みほちゃん、うん、大丈夫、歪み来てないですか。歪みですか、うん、まあ、来てないか、うん、私来てないですね、うん、別に表もなんか変な感じだもんねちょっと待ってください。裏とかじゃなくて別に表も変だもんね。変じゃないです、うん、いや、そんなことないですよ。私結構まとも歪んでるもんね、表も表が歪んでんだから。まあ、確かに家で別に何かをして発散するとかもないですね、うんうん、だってテレビで岩井さんとなんかエッチなもの見て喜んでるんですよそんな人は確かになそうやって聞くだけで表でやることじゃないもんね。本当にそう、こう俺歪み出てるよ。え、あ、そう、プライベートに、うん、え、本当ですか、何出てるんですか。飲んでる時すごくニコニコしてるもん俺そういう歪みね。飲んでる時とかすごく楽しそうにしてるからね逆の歪み出て出ちゃってるんだから。プライベートの歪みがその、はい、仕事に出ちゃってるんだから俺本当ですね、うん、やばいやばいよ俺は、うん、なんか渡辺さんの最後の方の笑顔が、はい、本当に笑ってんのかなって思うようになっちゃってたな俺。ちょっと待って、うん、一枚皮剥がしたらなんかすごい顔してんじゃないかなって、うん、がぜん魅力的になったのかもしれない、ね、いやそうです、そうです。なんか本当にさ、クリーンなイメージの、はい、めちゃめちゃ可愛い明るいっていうイメージでやってた人が、うん、不倫とかした時に、うん、すごい色気感じるもんね。わかる、わ、うん、かるって言っちゃった。わかるで大丈夫あのそのノータイムのわかるで大丈夫やっぱりこう渡辺さんの俺たちが今まで見てたこの面っていうのは、はいはい、ファンタジーなんだよね、うん、二次元っていうか、うん、現実味がないんだけど、うん、それはそれで綺麗なものだけ見れてていいみたいな状態だったんだけど、あ、人間なんだって人間を感じましたね。思った時の良さ、そうだ、ちょっとだから身近に感じるってことなんですかね。かもね、うんうん、そうかも、うん、危ないよな。なんか危なかったですよ、ね、うん、何ですかそれとか言わなきゃいけないところだ分かるって言った。そう、うん、さあ恒例の V 振りを原澤さんにしてもらいたいんですけれども、はい、ちょっと笑顔なのに怖い感じ言ってもらってもいいですか、うん、じゃあ。わかりました。え、 VTR 行かないって言ったじゃん。うわ、微妙でしたねちょっと待っていや、いいよ、いい。タンポポ充電した？したよ。うっそー、朝から注射なんてやーよでー、おはよう、ミコチ。タンパパちゃん、おはよう。あなた体が弱いのだから2本ちゃんと打たなきゃダメよ。だからちゃんと打ったって。今友達と話してるの。はいはい、ごめんごめん。行ってきます。タンパパちゃんのママきっと心配なんだよ。けど私は打たない方が力が出るのよね。私にこんなのいらないのよ。タンポポ様、大丈夫だって、いけるいける。ミコチ、今からそっち行くからね。朝から元気だね。まね。いつものルートから大きく離れています、タンポポ様。あっさ、道に迷うのが楽しみね。奥様、タンポポ様の充電履歴がありません。え、二つとも充電せずに出発し予備も廃棄しました。すげえ、何あれ。嘘だろ。上から来なかったか。そんなわけねえだろ。ミコチ、タンポポだよ。え、もう来たの、うん、ごめん、まだ充電中なんだ。2本目。え、違うよ、タンポポちゃんは2本打つの。うん、ミコチは1本なの。そうだね、1本だよ。そっか。お、雨。ダメなの、タンポポ、あなたは違うの。ごめんなさい。
緊急避難速報です。凶暴化したユーマが出現しました。ユーマって何？未確認動物です。学校で習いましたよね。英語わかんないわ。モンスターか人間しか覚えられないんだわ。さようで。暴走しているとのことで第2級の危険状態と判断され現在。じゃあ撃っていいのよね？はい、そういうことは覚えているのですね。うるさい。タンポポ様、座標はこちらになります。え、ちっこ、私が行くよ。作戦データを送ります。マップ上の通信ホッピング番号とコードネームを必ず確認してください。全くわからないけど行くよ。負傷者12名、死者3名を出した通り魔事件は？いた。行動規制が敷かれ、警察は周囲の避難区域の設定を行っています。あれが、メンバーとの連絡が取れない状態が続いており、人を食べてる。にしてもこの髪超綺麗。どこからこんなの出てきたんだろう。まあ、いっか。タンポポちゃん大丈夫だった？ありがとう。平気よ。確か取るんだっけ。え、どうしてこいつ注射器を持ってるの？あれ、ママの服確かこんな感じで、私とお揃いのブレスレット。電源が入っていないか、動作が不要と判断され、お母様と通話できません。どういうこと？やってる。花沢モード発動してる。これ花沢モード発動とか言わないでください。これはもうあのクイズの漫画以来の花沢モード発動してんじゃん。え、岩井さんはもう分かってるんですか？分かったね、多分、うん、このタンポポちゃんはモンスターなのね。母親がモンスターだから、やっぱタンポポちゃんモンスターなんですよ、はい、あ、そっか、うん、で注射を打たないとモンスター化しちゃうわけです、うんうん、幼少期から多分注射を常に打たれて、うん、この生活してきたから、うん、この子は自分がモンスターだってことに気づいてないまま生活してきたんだけど、母親がやばいってなって追いかけてきて、うんうん、注射を打とうと思ったんだけど、はいはいはい、まあタンポポちゃんに殺されちゃって、あ、私の母親なんだっていうことに気づいたっていう、わってことは私って最後になって終わってるんですよね、うん、すごい。合ってますか？そうですよね、うん、なんで一瞬でわかるんですか？あ、でも先生の絵力がすごいですね、うん、でも俺この短編集、はい、小学生の頃とかに買って読んでたら、はい、ずっとこれが好きだって思ってるかも。そんなに、うん、やっぱタイツ好きですか、岩井さんは？俺は好きだね。あ、うん、破りたいよね。破りたい。ちょっと待って、ごめんなさい、あの急に HG さん入ってきたけど、エアギアでなんかあのかまいたちみたいのをバーって受けた時のタイツが、うん、パシ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 ってこうさ、あの、はい、切れる時あるでしょ。はいはいはい、繊維だけがさ残ってる状態みたいな、はい、ちょっとなんかそう糸になってつながってるみたいなね。で、はいはいはい、そこから出てるももの肉がちょっとこう、うん、なんか出てるっていうか、はい、盛り上がってる、ムチッとしてるね、ムチッとしてる、あれですね、はいはいはい、いいですね、いいしょ、あれは。でも
もやっぱなんか漫画でしかっていうか二次元でしか描かれないですよね。あれは描かれないね。なかなかああいう風にならないですからね。ああいう風にならないし、うん、そんなにパツパツのタイツもないもんね。ない、うんうん、この漫画の完全版はブックライブで無料配信されます。皆さんぜひじっくり読んでみてください。あ、できましたか。ありがとうございます。あ、すごい入ってる。こういうの開けるの初めてだな。お、ラクラク。え、すごい、え、すごい、すごいですね。わ、わあ、わあ、え？いや、最高にかわいそうですね。ちゃんとかわいそうになってて。なんか私が最初に思い描いていたのより、はるかにすごいクオリティの高いというか、こうやっぱ川野つくし先生が超えてきてくださったので、うまくまとめてくださってて、本当に素敵な作品になってるなって思います。好きなシーンってありましたか？お気に入り。これ難しいな。うわ、これ好きでした。私このモフラキのこの描写すごい細かいのが個人的にはすごい好きでしたね。花澤さんは全く理解できずに混乱してました。ただ岩井さんは全部分かったみたいで、漫画道の中でもかなり気にお気に入りの作品だって言いました。嬉しい、嬉しい。なかなか頭を使ってみないと、まず設定があんま身近な設定じゃないので、あえて書かない描写、ね、あえてはっきり設定を書かないってところをやっぱそういうのを読者に汲み取らせようというふうに作ってるので、はい、多分なんかすごい刺さる人には刺さるタイプの世界観だろうなって。私はこういうのがすごい好きなので。嬉しいですね。もうこれは大満足ですね。見逃し配信は TVer、 アベマで。チャンネル登録もお願いします。